うっさ。常に初陣だな。音も常に初期化されてる。つけるたびに。音も。お前もログインしてんの？あ、できたよ。待たれって。せっかくだから配信つけよう。何しよっかな。どのチャンピオンが強いから始めようぜ。そこから行く？ そこから もう調べ方もよくわかんないんだけど、もうパッチを見過ごしすぎてわけわかんないよ。ヌヌが新しくなったんでしょ？ あーなんかね、雪玉を転がして喜んでたよ。ヌヌも喜んでる。そう。久しぶりにロールだから音楽聴きながらゲームできるわ。チャンプ4に Q 使えるようになったんだ。何が？ヌヌ。今パッと動画見たら噛みついてた。固定ダメージクリップに入れてたやつ？そう。明かり変わったんだ。明かりはね、なんか。わかんなくなった 俺からラギョットは全て奪ってくんだけど、俺の好きなチャンピオン。セジュアニ、ザック、スウェイン、アカリと。セジュアニほど変わってないじゃん。いや、なんか変わったじゃん、変なの。変な、マーク付与してさ、4回殴んねえと、バーってスタンしないみたいな。いや、もともとスタンなかっただろうがよ。ね、あれ強くなったんだろうけど、なんかジャン許グルせの、ない。ジャングルの回り方もわからん。お前とやった時にさ、なんか2レベルぐらい遅れてたもん、俺敵のジャングルより。待ってな、あと42%だから。今の間に決めないと。時間を有効に使ってな。ノチラスもなんかバフされたんじゃなかったっけ？あ、そうなの。なんかバフされたって聞いたけど。ほんとだ、明かり変わってる。俺の大好きなさ、白銀の牙、明かりのスキンも変わっちゃってさ。なんか微妙になったな。そう、全然可愛くなくなった。通常スキンがす普通のごい通常スキンが一番いいよね。エッチだよな、背中が。ちょっと触ってみよ背中を触ってみるの。う。そうって言いうと思ったけど、もうやめたわ。ドう。ラムでいい貼るのやめた。突然サダコンな。 なんか念能力かなんか使ってズーとかつって画面に手入れんのかなって。ちょっと触ってみようとかつって。そんな気軽に能力発動すんの？みたいうるな。せえな、メイチイチは。念能力者がバカじ能ゃん、力を。バカなんじゃねえかって思う。念能力者が能力を明かすのは、自分を死を表すのと一緒だぞ。何？ もう一回言うか？いいわ。今日はいい。次だな。また3ヶ月後に喋るわ。今度な。何使おう。シェーンはなあ、シェーンやってみよう。シェーンやろうかな。ミッドとトップで行く気だから俺。ジャングル絶対やらん。ミッド、チャンピオン戦。トップ、
しとこう。もうすぐ貼れるように。はい、あっそって感じだこれ。使われたら多分何もできずにボコボコにされるんだろうけど。明かり？ああ。ボコボコにされるんだろうけど。明かり？え、何？トップとミッドやるって言ってた？うん。じゃあ俺もなんか違うところに手出すか。ジャングルやったら。ファーストタイムだしな。お前の。なんだっけ、お前が唯一できるジャングルあったやん。レクサイ？レクサイ、そう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 。レクサイダメだよ、ウルトで俺はちゃんと長距離移動できないと。あんな攻撃的なウルトじゃ無理だ。お前の歯が臭い、レクサイがさ。歯臭いで。うわ、君歯臭いなーっつって。もうダメだ、あいつは。次は絶対ね、ダイアナらへんがリメイク来るよ。そんな気がする。そろそろあのトリンダミアとかマジ誰も使わねえから消せよ。容量の無駄だろ。消せ。リワークする時間がもったいねえ。消せはちょっと面白い。誰が使ってんのあれ。いや30レベルまでのノーマルでよく使われるんじゃないの。ちょっと待って、チャンピオン GG 見よう。何かこうひらめくかもしれない。チャンピオン GG、 チャミオン GG になった。トップはカーサスが一番だ。 53.6%使用 0.23%。 必ずケイルが2位か3位ぐらいにいるのうずけんだけど。全然使われてないでしょそれ。え、ガレンが 4.72% で4位なんだけど、使用勝率 52.3%。 なんかガレンなんか新しいスキン出たもんな。なんかあのダリウスとさ、あーなんかドラゴンみたいなやつ。そうそうそう、ドラゴンみたいなやつ。白いのと黒いのでしょ。白いのと黒いの。なんかダリウスが黒でガレンが白みたいな。そう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 。ハイマーディンガーなんだよそもそも。ちょっと待ってな。お、ちゃんと俺が3ヶ月前にハイマー使いたいって言った時さ、うん、ルーンとかのさあれもなかったのに今ある。何を使うんだこれ。水星じゃねえし。そしてえ、何これ。ゴーストポロ茂みに入ると。え、そうなの。窓シメリン思い出すな。窓って言うと。フィズの調整。ヘイマ。とりあえずハイマとムンドだけど、あ、ムンドはやだな。お前何使う気でいるの。どうしようかなって。ハイマミッドで勝率 0.54% の使用率で低っ。200回のうち1回しか使われんってことか。
なくうるせえ。外出サポートやって様子見ようかな。そう。オッケー。あ、俺もアルファイトでも使おうかな。フル AP、あ、いや、フル AP はいいや。チャンピオンプール。プールじゃねえな。チャンピオンスポットだ。32でってさ、32やばいでしょ。ん？32レベル。いつからあれになったんだっけな。多分俺またなんかあれになっとるわ。リーグオブボイス？リーグオブボイスが。毎年しかおらん。毎年しかおらんのだけど。あ、パイクあるじゃん、パイク。ハイマーディンガー使いますよ。あれ？ハイマー見当たらん。え、名前ハイマーで合ってるよね。うん。あれ、俺持ってねえ、そもそも。なんことなくない？え、今グローバルバンされてるとかないよね。え、見当たらんのですけど。しょうがねえな。待たせておけ。っていうか、リオボイス閉じよう。まああれどこ行ったんだよ。ん？あれ、なんだっけ、さっき言ってたじゃん、サポートの。パイク、ちょっとビルドとかよくわかんないからやめた。次行こう。うわ、テーモだ。もう終わったわ。テーマは聞いてない。え、なんかバグってんだけど、画面。すごいことになってる。俺の YouTube の配信画面見てほしい。ん？なんか真っ暗なんだけど。お。なんだこれ。よいしょ。誕生日ケーキ食べたの今日。いや、
生誕祭なのに。うん。敵に明かりいるじゃん。どうすんのさ。これどうしたらいいんだろうね。テーマ相手に。初っ端からあれ積んだ方がいいかな。マジレジか。いや、ドラシの方がいいんかな。通常攻撃だからドラシでいいんじゃない。あ、ドラシの効果変わったっけ。まあ、わかんないけど、ドラシつけないと死ぬんじゃない。ほら、あれほ、あ、常にあれ欲しいんだよな。あれ、コラプトポーション。魔法ダメージ入るもんね。マジックマントつけてんだよな、マジレジの。な、大して変わんねえよな、でも。サモナーズリフトへようこそ。いやー、これにするか。ドラシにするか。ミニオン出撃まであと30秒。トップスタートですか。これ何上げがいいんだろう。9でいいよな。ミニオンが出撃しました。マナ足んなくなるんじゃないそれ。 QEW か。しゃあない。引くほどマナ減ったんだけど。なんでスキル使ったんだよ。あ、全部 CS ロストした。もうトッププッシュしてもらうしかねえな。いいな、ピザ屋。いた。引くほどいてんだけど。あ、マジ CS 取りづれ。どうしよう。どうしよう、なりき。これ死なないようにするしかない。無理だ。早くも弱音ハキハキマンなんだけど。ちょっと殴るのやめてよ、みんな。死んだか？あぶねえ。レベル上がって助かった。CS14 テーマも14。
ゴミなんだけど。ゴミファイト。ゴミファイト。いいじゃん。カスタムスキンでゴミの丸ファイト作ればいい。ゴミ。カビカビカビなやつ。なんで俺のことこんな。なんで俺のことこんなさ。死んだらグズグズになる。ゾーニングしといてさ。なんであいつ俺のことこんなゾーニングしてて CS ゴミなんだよ。みんなもう攻撃に全てを注いだんでしょ。心血注いだ結果。やめてやめてやめてマナの減りがやべえんだけど、助けてくんない？死ぬでしょ、どうしてこれ。下手したら Q 上げたかでしょ。きついな。B モニ B モニやられまくってんだけど大丈夫か、他の連大丈夫か。まあ6レベルになったらね、 T も 31CS、 いいですね。よいしょ。やめろマジでこいつ、調子に乗りやがってよ。オートアタックをまともにできねえ。あーうざいこいつの Q、 ひたすらにうざい。8CS 負けとるしな。帰るか。いやここ帰ったら経験値ロストしちゃうな。助けて成り行き。割ときついんだけど。ガンク呼ぶしかない。ガンクになったら。あ、マナねえじゃん。痛すぎ、ワロタ。プッシュしてくるな。ああ、もう1キル差ついちゃった。おっと、 B もうまダメですわ。そうか、きちい。ストップウォッチ持っとるしよ。やばい、全然シエストリーのことわからん。これダブル上げだよな。なんで俺言い上げしてんだ。Q の次は。痛い。
たい。他のレインってやるしかねえかな。死にそうやんけあいつ。お、さよなら。お、いいね。もう諦めて向かってきてたからいらねえけど。取られちまうよ。行っちゃったな。帰るか。いや、プッシュしよう。あ、マジか。T 持った。敵を倒しました。いいですね。死んだなあれ。ドンマイ。ピザ屋いいな。てか敵のパンテオンどこに現れてた？めっちゃボット来るよ。本当？うん。明かりが育ってんのが育っ、うん、ほら CS 微妙すぎて何も言えねえ。あ、あー、やってしまいました。これが連続だ。てへ、もううぜえ、助けてくれ、うざすぎる。やめてくれ。 B もうぜえ、助けてくれ。さすがに無理じゃない？あ、そういうことする。もうミニマップ見れねえ。味方が倒されました。シャットダウン。お、敵を倒しました。あれ俺ね。テレポしようか。無理だな。お、何のテレポだそれ。T もミア、ミアじゃない、メッソール。はあ、なるほど。敵を倒しました。味方が倒されました。死んだ。なるほど。やるじゃないか。無理です。 T
ヒモには勝てない。味方のタワーが破壊されました。よし、大丈夫か他のレーン。ちょっとやっと心にゆとりが出てきて。 CS ひど、敵の明かりぐらいひどいな。折れちゃうか。まあだいぶしてきそうだな。大丈夫か。パンティオンずっとボットにいるね。もミッドに行ったな。あーやめた方がいいか。喋る余裕がなくなってきたな。オールインした。スキル。スキル全部オールインした。よし、ドラゴン行くぞ。もうこれでマルファイトにイニシエート手段なくなっちゃったからよろしく。なんだこの牛さん、なんだこの牛さん。お、いいね。いいな、りゆき、それ。かっこいい。いいスレッシュだ。もう、この、蜂の子どうにかしれん。ばらまいてんぞ、なんか変なもん。大丈夫だ。ワードの代わりみたいな使い方してきて、イラつくんだけど。大丈夫だ。んで、あいつ、どっから湧いてきた。蜂の子ハッチだから。フフ2キル1です。キャリーしてるね、キャリーしてるね。
いや、どっからどう見てもキャリーしとるわ。あかりがそこいるぞ。帰っちゃうの？俺はどうすればいいんだい？わあ！大丈夫か？パンテが、牛が。大丈夫じゃないな。よし。よし、大丈夫じゃないな。T も怖すぎ、笑った。あ、蜂の子が。あんなところに。やめろよな、そういうことすんの。蜂の子行ったぞ、そっち。お、始まるか？テレポートあるぞ。行くぞ。逃がすな。バロンやるぞ。全速全身、やばい。テーモ、あー、切れないか。テーモ、きつい。やだ。いや、もうそれ死ぬ。きつい。こんな勝てるわけねえだろ、バカだれ。ストームレイザーって何これ、かっこよくない？名前だけ。何？新しい武器？バッとしてるむずいよこのゲーム。頑張れなりゆき、やれ。射程が足りない。あまりにも短い。あの蜂の子のせいで全て狂った。いや、もうバロンねえしな、バロンあるしな。ボミッドで一緒に行った方がいいな。いや、多分彼が死ぬ。テーマどうすんべかって感じだよね。あ、減るねー、減るねー。やべ、アリがいるぞ。ここいた。お。やめてよね、そういうの。なんだよお前、今畑の様子を見に行ったの。いや違う、いつの間にかみんな結構進軍しててさ。いや危ねえじゃん。いや俺もちょっと今危ないね、危ないっていう感性がなかなか今磨かれてなかった。申し訳ない。決して適当にやってるわけじゃないんだよ。超真面目にやってるから、それは口数も少なくやってんだけどさ、死んじゃうんだよね。頼んだ。マジかよ、そんな一瞬で消し飛ぶだなんて。あ無理だよ。
やばい。わあ、いってあかり。無理無理。エンドエンド。ティーモっていう外役ジャンプやめろよ。せっかくさ、こっちとら3ヶ月ぶりぐらいにやってんのにさ。どこでこれステータス見れんだ。あれ？あ、詳細情報か。グラフ。スレッシーよりダメージ出てない。はぁ？いや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 。2800ってお前。2800ってどういうダメージだ。嵐のコメントの方がまだダメージ出るんじゃねえの。だからちょっと待って、ハイマー持ってないっけ。ヘイマーなの、そもそもハイマーなの。分からん。ヘカリムでしょ。は、あ、ほんとだ、俺ハイマーアンロックしてねえや。変えるかな。普通に変えるわ。なんかねえと思ってたら、ハイマーってさ、あれだよね、タレット置いてもうずっと嫌がらせしてればいいんだよね。いいんじゃない。いい選択だ。こいつの能力ってさ、なんか変なスタンスするやつ当てたらさ、タレットが反応してビューンって打ってくれるんだよね。いや、A やってるだけでも範囲内にいるやつは全部そいつを狙ってくれる。あ、ほんと。琉球ハミマを使ってたもんな。結構使ったなあれ。これやったらパブジーやるか。俺もなんか目が追っつかねえんだもん。どこ見たらいいか分かんなくなっちゃう。パイクじゃん。こいつ乗るとかっこいいよね。カーンっつって金なってなんか人が死ぬやつ。そうそうそう。よくわかんないあれ。死にかけのやつに撃ったら即死するんでしょ。なんか R のベースダメージがすごいでかいと思う。あ、ほんと。確かね。いやわかんない、修正されたかわからんけどさ。
ヨリックか。ヨリックの幽霊ってハイマーのタレット壊しに来んのかな。泥投げてくんじゃない。あ、泥投げてくんのか。壊れるんかな。壊れんのかな。普通にスキルショット当てても壊れた気ですけどね、ハイマーのタレットって。いや、あれそのもののダメージゴミじゃん。あー、そっか。ヌヌだよ、これどうなんだろう。何買うんだ、そしてハイマって。クリセプ。クリセプ。トカチ式ビルド室でしょ。相手が命令だったら初手クリセプでしょ。あ、俺もじゃあクリセプ積もうかな。知らんよ。なエコ、エコ普通になんかエコーとかあの辺買った方がいいと思うけど。エコー積んでソーサラーシューズ、ゾニャー、モレルノミコン、ボイドスタッフにデスキャップか。まあ多分フルビルドになる前に終わると思うけど。味方がハイパーキャリーすれば勝てる。それだけだ。簡単なことだな。何上げだ ?QEW。初手アイテムがドラリンクとポーション2つか。OK。タレット置く時間って確かなんか時間かかるよね。3つ置かないと、うん、ここら辺に置けばいいのかな。知らん。真ん中よりちょっと引き気味じゃない。切り忘れたかもしれん。ミニオン出撃まであと30。ドラシどこだ。ドラシじゃない、なんだっけ、レイク。3つまでしか置けないんだっけ。3つ置いたら更新されるんだよね。あー、これ成り行きやってたわ。見てこれ。あー、懐かしい。かわいい。ちょっと感覚かけたら飛び跳ねるからな。ほんとだ。かわいい。超かわいい。ピピ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 ピ。かかってきな。なんか一発タンクさせられたわ。むかつく。いい感じに勝ってるよ。残念、最大攻略数ではなかった。
楽しい楽しいぞ。はい、勝ってるぞ、なりゆき。俺は勝ってるぞ。帰るか。また穴を掘るのか。勝ってる勝ってる。どえれ大きさの雪山投げてきたんだけど、ヌヌが怖っ。ダメージ出る。死んだし。クソだこ。やってしまったな。ダメージ計算を見誤った。
に変数が足りん。そうじゃ。お、なんだこいつ。ベクトルに気をつけたまえ。いやー、終わった。次 W上げか。オッケーオッケー。難しいね、でもこいつで CS 取んの。まあ勝手に取ってくれるようになるしかない。アリスターが強いのこれ。おっと、なんだこいつ。新たな疑問が湧く。あの隙間は決して忘れぬ。おお、かぐわしき科学の香り。改善の余地ありだ。君を知るがいい。想定より小さいな。印は刻まれた。敵を倒しました。おー、かぐわしき科学の香り。42、この数字には何かあるはず。赤穴が一つ増えるだけだ。無言になるな。もっと喋ってけ。じゃないと俺あれだ。わあ、なんか雪玉が来た。でけえでけえ。わあ、来た来たぞ。見て。そんな食らわないな。でもこのゴミ殺す。で、あのゴミはよ。めっちゃマウナ早いじゃん。やべ。なるほどね。葬式は出してやる。あの島は決して忘れない。お、行くんすか。Thank you. そうというより小さいな。大丈夫か。もう無理でしょ。魂を奪え。無理でしょ。それ死ぬじゃん。死ぬじゃん。ルノ面白そうだな、あれ。使ってみ。想定より小さいな。作戦を設計しよう。蘇る、そして戦え。
いや謎でしょ今の。完全に普通に押し割って帰ってるとこでしょ。うん、危ねえ。帰ろ。あいつ殺すべ。あの島は決して忘れる。さよなら。サンキュー。助かったぜ。僕も帰ろ、お家へ帰ろ。操作ラッシューズにしなきゃいけないのか。ストップウォッチ買っとこう。これでいいでしょ。 MF 来たんだけど。狙っちゃえば、狙っちゃえば。ブルートあるやん。アリスターはいるんでしょ。殺せるべ。アリスはここに見えたからね。なんだこの雪玉。これだいぶ来るだろう。やべ、また散った。危ねえ。危なかったね。きついな。おられるのはしゃあないか。今スマイトをミニオンに。お、よく生きた。おお、うまい。倒しました。かなり、いや絶対的に変数が足りん。おお、かぐわしき科学の香り。膨大の出力が限界突破。よし、操作ラシューズ買おう。混沌無限のサイクル、いや有限か。おっとっと、ヨリックがレベル俺より上だ。やばいな。プッシュウェーブだな。この数字には何かあるはず。どうしたもんかね。
リックは、私が直してやろう。おるか。私の計算では、想定より小さいな。おお、かぐわしき科学の香り。スイッチを切り忘れたかもしれん。さてさて。ここに踊れば帰ろう。こんなもんかな。ルートユーのコサイン割ることの。いないか。素晴らしい効率だ。いいね。ゴミみたいな戦いだけど。勝ちゃいんだ。勝ちゃいん。その通りだ。よかろうなのだ。バロンにピンコ置いとくか。勝てる勝てる勝てる、うんうんうん、近づきすぎだ、いくらなんでも。やばい、守らないとインヒビまで行かれる。わざわざ。面白かったね、今。実に興味深い。おお、かぐわしき科学の香り。秩序と混沌、無限のサイクル。おやおや。そう帰ってる。帰ってない。ミトのまま押すか。
ち守ります。俺もっと大丈夫だよな。いやー無理だろそれ、守れる気がしないっす。いいね。ゾニャゾニャゾニャ買わねえと。いや絶対的に変数が足りん。モレロノミコンって鬼本的なポジションなのかな。あーあやいやいやいや。え。バトルなよ。きつー。印は刻まれいい楽しいなこいつな。バロンいけんじゃねこれ。あノクが死んでっからこっちじゃない？あーこっちか。ミッド打ってからでもいいけど。まあミッド打ってからにするか。うう。鳥が釣れたぞ。あーでも安を TP じゃないから、 TP ってなんだ、 TP モレロのミコン。残念最大公約数ではない。みんなそっち行くのね。私 TP ある、 TP じゃない TP あるからボット行きたいんだけど、まあ、いっか。急いでクルーグカロ。研究の続きをせねばならん。きつい。痛い痛い。お、いいぞ。ノイス。いけな、リュウキ。
いけるでしょう。バロンリングバロンしようぜ。一寸一寸で峠だ。ドラゴンもいけっかな。あーやめとこう。やめようね、やめようね。あーいっちゃった。いけっか。マジっすか。無理だと思うんですけど。なったらダークネスで逃げられるっしょ。私が直してやろう。素晴らしい効率だ。ウルトの W めっちゃダメージ出んだけど、アデシにビュ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 ってやる。テレポで飛んであげた方がいいかな。やべ、ワード置いてくれ。やめよう。どうした。勝てるべそれ集団戦。ちょっと押すわ。オッケーオッケー、押そう押そう。ウルト2連発で気持ちよくなっちゃった。気持ちいいか。あ、めっちゃ気持ちよかった今。あれなんかあれでしょ？よ、タワー。あ、ちっちゃいクルグが。パワー CG 能力やば。ウルト Q とんでもねえダメージ出る。あ、俺このまま突破した方がいいな。うん、アリスタさん。バカ牛っぷりしかいない。痛いっすね。あんましかねえから旅に帰ろう。超エル。死ぬほど減って笑ったんですけど。おお強い。超ヘリ漫画だ。ここなんか。負けねえで割る。なんと理解しがたい。帰ろ。
あぶねえ今地味に危なかったな。うん、あー微妙に変えねえ。ボイドスタッフまで待てばよかった。実に興味深い。バロンバフをうまいこと使って変えたのかな。タワー2つらしいね。あ、ブラガスがやばい。かなり、いや絶対的に変数が足りない。誰よりも早く18レベルに到達しました。こんにちは。黒板から出直せ。テレポーターとちょっとで上がるんですよね。待っててくれるか。おっぽっす。やめた。やべえな。密投させるわけにはいかん。うまっ。何が起こった。お前すごくない。それ気持ちよかった。今見たかったお前の画面。いや普通に普通にベタベタに張り付いてナイフで牛のすねとか切ってた見たかった。相当かっこよかったぞそれ。シャクシャクってこれ見ててなりゆき俺のRってこれめっさ減るの。それだけなんだけど、それだけなんだけど。はい、これで40秒使えねえや。しょっぺ。帰るぞ。ドラゴン行こうぜ。なんだあいつ命と雪玉プレゼントしてきたぞ。雪玉受け取れっつってあれ自分の心臓だろ約束の首だっつって間違った間違ったあぶねえ。あれでミソーチュー死んだろ全部当たったら。張り合ってんじゃねえ。ここでこのタイミングでそれはあんまりでは。おおバロマいたな。キャップ先に買った方がいいかな。デスキャップ先を。ルートユーのコサイン割ることの。危ない足が。足もスーパーキャリーしてんな。やべ。強な竜敵を倒します。エンドいけるだろこれ。作戦を設計しよう。生きてるほら早
誰に向けて放った。やばい、牛さんが。お、パイクいい。超楽しいわこいつ。いやハイマー面白かった。最後のウルト、もう不明でしょ。明日に向かって拳を突き上げろみたいな感じだった。さてさて、詳細情報。足のダメージやばいな。あー、ノクエルダメージだよ。やったね。あ、俺ギリギリグラガスより2ダメージですわ。あのウルトがあのウルトがなければ2ダメージで200は勝ってただろ。あれが当たったら。いやー面白い。いやー気持ちいい。これだけあったな。気持ちいいままパブ G やる、それとも、いやもうロルはいいでしょ。ロルはいいっすか。3ヶ月後でしょ。そうですね。はい、あ、あ、アップでありそう。大丈夫かな。起動準備を行ってんの。プブブ。プブブ。それ以外に共通してるゲームあったかと。いやだってシージとかいう意味不明なゲームとか誰も持ってないからさ。誰も、俺の周りは持ってるよ。違う、お前の周りが持ってるじゃん。持ってるやつだよ、寄せ集まったんだ。シンクロニシティ。シンクロニシティか。東京に行くのか。バキオ、その意味を知れーとかつって言いながら東京へ行くっつって。バカじゃねえよ。画質悪すぎ侍だな。なんでだろう。いや、あっちいわ。ロールのおかげで体温3度ぐらい上がったわ。練習したら絶対ソロキルできてたわ。今、うん、練習とかあんの。あるでしょ。あ、これ殺せるみたいな。キルラインのな。ウルト W の一発屋でしょ。あれすげえダメージ出んのな。うん、俺あのさ、エルダードラゴンやってる時にさ、未走中にさ撃ったけどさ、あれエルダーに若干防がれてたけど、ものすごいダメージでさ。いやパイクまた使おう。狭いとこいらない。狭いとこいらないよね。9分。あ、JP サーバーだからですね。あれ、サーバー変えたから。はい。はい、いや。
くほど早いんだけど。レベル3のヘルメットって補給物資だけになったの？え、そうなの？じゃあカーも物資だけじゃないと。あ？カー。うん。なんで？ひどくない？え、カーも物資だけになったの？いや、3ヘルだけでしょ。知らんけど、なんか今書いてあった。お前もズボンなくしたのか。仲良し。やっぱロールは勝って終わらないとな。黒いそれタートルネックなかったんだよね。赤いやつしかなかった。お前殴り通りがかりの人殴らなかったお前。戦闘力高すぎでしょ。だろうと思ったよ。こう言っとくけどこれ激戦区だからな。ここっきゃねえでしょ。いつも通り俺はこっち側に降りるか。またなんかピンのある表示変わったね。1と2になってる。うん、小賢しいことしてる。シャラくせえな。久しぶりに PUBG やるな。シャドウプレイとかの方が画質良さそうだな。ファームにもいない。これここら辺いなくね。全くいない。受けるんだけど。わ、久しぶりだな。久しぶりだ。操作の仕方もおぼつかねえよ。もういつも久しぶりだから久しぶりには慣れてる。常に初陣。そうやって俺たちはいつも知識をいちいち集め直しては勝ってきたんだ。記憶喪失もののジャンプの漫画みたいな。やばい展開やったらドクンってなって一気に全部何もかも思い出して。昔のライバルみたいなのがやっと見つけたぜみたいな感じで来て、え、君誰みたいな。一体僕は。そんなくだらねえ漫画な。さっさとね、連載打ち切ればいいんだよ。やべえ、操作ふわふわしてる。なんか一気に5、6人出来したよな今。あれじゃね、放置。放置する意味がわかんないんだけど。放置ってか回線落ち。ああ、そんなさぞかし貧弱な。ロールと違ってパソコン悲鳴上げてるし、なんかラグいし。まあ NA サーバーだからな、しょうがないか。あー、16にするか。あれ終わったけどファーム行く？
バギーと車があるんだよね。行ってていいよ、そしたら乗り物2個あるんだったら。いや、お前んとこにないかなと思って。ある？うち車あるっぽいわ。あるあるある。じゃあ、いいや。ベストがねえな。あ、ロールと違ってまったりできていいや。忙しい。あ、すげえ、武器のところ表示されてる武器のところに番号振ってある。前からじゃないこれ。だっけ。だからラグいな。ここの倉庫に2バッグあるよ。ヘルメット以外は2になったから大丈夫。これお前か。なるほどね。シージのやりすぎで操作がシージ寄りになってる。あれ面白いんだよ結構。バカにしてたけど。なんかお前がライオットシールド構えて部屋の隅っこで居座ってるのも見た。まさに俺のためにできたオペレーターだからな。大したもんねえな。ベストがねえし。アンチ入っとるしな。どこ行くよ。あ、ベストにあるここの家ピン立てといて。パッと移動してえけど、ここら辺が楽しいだろうけどな。この家か。あったあった。取り終わった？うん。移動すっか。どこ移動する？楽しいとこがいいな。じゃあちょっとこっち行こうぜ。あさりたい、もうちょっと。うん。切ってていい？車あるか。そこのあれにかかってるやつ。目の前の。今のお前引かれなかった？いや超引かれたけど平気だった。今のがっつり引かれてたよね。うん。お前何欲しいの？今 AK 使ってんだけど。ああな、今7ミリ拾ったよ。うん、弾はいいんだよね。アタッチメント全然ねえから。M4 あるよ。
変えよう。あ、でもたまねえな。まあ、いや、ショットガンいらねえわ。60発あるけど。俺もそんなに今90発しかたまないから。あ、こっちにも16の弾ある。16と弾。じゃあ、90発は持てると思う。いう話ですな。なんかラグいな気のせい。ラグい。移動すっか。危ない。マジっすか。今ので死ぬの。やるよ。いやー驚いたね。多分さっきの衝突のエネルギーが多分なるほどな。蓄積したの。蓄積されて爆発したの。バンッ。あ、そこ待ったら来そうだな力。あ、4倍あるよ。あ、4と3持ってるからいい。俺6倍持ってんだよね。いいや、つけとこう。でけばっかりや。もっと敵の音は。暴走族だな。ちょっと山の上からも撃ってたね。敵が。こっちだから。どこにいたんだろう。山の上から撃ってたけど。多分あそこの家じゃねえかな。ここ。ここら辺の家だと思うよ。弾が心もとねえ。60発しかない。お？へえ。どこよ。あの、ね、縫い六角ここかな。あ、いた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 。六角いた？いた。六角死ね。六角の1階。六角んとこいるわ。一人気絶した。同じとこにいんの？もう一人いるかわからん。行ってみっか。こっから、この家から見る、全然見えるよ全部。あ、木炭いた。いるわ。家の中入ったな。移動すっか。移動すっぺ。無理だ。とりあえず一個向こうに行こうし。道路は越えよう。うぜえから。あいつは乗りもんねえべ。いやー、やめて。撃たれてんな。あ、いた。3発当ててる。you
逃げてんね。木の陰隠れた。うん。超俺のこと狙ってくるんだ、さっきから。走ってるね。NE55 らへん。無理だ、弾は無駄になるんだけど。あれは無理だね。岩の影いっけどな。ずっと走ってる。小屋を越えて、地下の防空壕のところの辺まで行ったわ。無理です。この山登るべ。山登る？そんなに打ち合うこと弾ねえんだよ。高いところからチクチクやるしかない。先進んで。お前はショットコーラーだ。この山の上でいいんじゃない？とりあえず後ろはなんか木生えてねえし。ここら辺、この辺、この辺、もうちょい上。ここでいいじゃん。単純にこの上でいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。あの家怖っ。後ろ見てよ。範囲が広すぎてカバーしきれなくね、二人で。むずいな。今の間にどこ行くか決めとくか。どうせ円収縮するだろ、これも。いや、川の向こうだったらやだな。どこがいいですかね、これ。収縮してから決めるか。うん。こっち寄ったな。どこにする？この家？決めかねるな。いや、弱えだろ。まだこっちか行った方がいいかね。そっち行くか、じゃあ。とつる。とつってもいいよ、俺は。それかもう、壁際するか。ああ、壁際でもいいね。この距離車せんの嫌だな。でも壁際すんだったらこっちのポチンキ側から行かないと。こっち側あの建物越えたら何にもないから。そうね、下から行くしかない。すげえバチバチ打ち合ってる。 NE 側で
やつらの豊富な物資をもらいたいんだけど。こっち来んじゃね？待ってりゃわかんねえけど。アンチの中入っとくか一回。車取られるとめんどくせえから。これはまだ持っとこう。あの様子だと車ねえだろ。いや、置いといてさ、取られたらうぜえじゃん。あ、違う。あいつら車持ってないよねって。うん。ああ、いいポジだ。見ろここ。あ、どこ？こう待ってくださいみたいなポジショニングあるぞ。どこどこにいるの敵？いや敵はいない。待ってくださいよみたいな感じ。さてさて来るかな？これは来るでしょう。確実に。こっち側いいよ。一人分のスペースっぽいわ。構図。来ないか。来てもおかしくないんだけどね。まだ収縮しきってないからね。せやな。プチンキ側が気になる。見えんな。ここから見えるわけねえけど。もうそろそろ縁が。います？見えないんですけど。あー、誰も来ない。車で行ったのかな。ないね。地下。ないな。かねえんだな。車どうする？いやーでも平地多いしな。平地バトルになったらやだな。この家にいるやつ絶対でいそう。走って山の中行くか。それしかねえ気もするけど。とりあえずこの目の前入る。何か何かないか。何もない。いないねえ。最初に敵、六角の敵見たっきりだな。やっぱりあの成り行きルートは多分敵に接敵しないんだな。
成り行きルートは。あーすげえ向こうにすっげえ遠くに一人いる。ここら辺いや遠いわ。教会の下らへん。車った方がいいのかもしれんな俺。ちょ持ってくるわ1台だけ。うん、もう収縮始まってるよ。まあ多少食らっても一緒。いた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 。25岩、うん、25、うん、もうここから30かな岩。あいた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 。あ木の裏にもいる。いるね。ここから撃てねえかな。銃だけ見えてる。横から撃てそう。ちょっとしゃがんでいくわ。あ撃てそう。そのまま見といて。あ動いたかな。まさか木柵とは。あ動いてる。手前の木いるね。よし撃つわ。一人ダウン。痛い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 。死ぬ。ナイス。マジで結構2発当ててるから殺せると思うよ。あと30秒で縁が始まっちゃうから俺縁外なんですよね。出てる出てる。今岩の向こう行った。こっちの岩来てる。ナイス助けて。それいける。こっち来いよはい。どうせ車線ねえべ。あるかい。ある。一応あいつらの死体漁る時間ありそうだな。あ、やべ。マジか。行ってくれ。さらば。意外と縁早かった。あさる時間なかったわ。こっち外側なんだな。遠い側なんだな。外側だったんだ。ダメじゃねそれ。間に合わんな。いやー申し訳ねえ。一番やっちゃいけない死に方した。やったら。えねえラグすぎ。そしてチャイナにしよう。変えたからレディをして。はあ3連休も終わりだ。バカが。セルフ3連休だったよ。雪を消化してんの。体が拒絶反応出した。
スマブラ何使おうかな。カービィでいいっしょお前。いやちゃんと選ぶから俺。持ちキャラをな。で、ここは知らん。このマップでいうとこのお前なりゆきスタートどこなの？そこ？わかんねえここ。どうすかな。頑張ってこっち行くか。ラコブ。コブラ。嫁。コブラ。それは紛れもなく。届くのかなこれ。届かない気してる。届かない気しかしないんだけど。いけー届かないな。同じ場所に向かってるやついるな。いるような気がする。あ、ちょっと向こうか。車ねえかな。ないんだが。はい。新アサルトライフル手に入れた。ベリーなんちゃらってやつ。知らねえそれ。ちょっと撃ってみていいか。あー使いやすい近距離は。いい感じ。近頃の私たちはいい感じって知ってる？知らん。え、知らない。そんな古代のソングは。悪いわね、ありがとうねって知らない？知らない。これからもよろしくねって知らんか？知らない。それ20年ぐらい前に流行ったわけ？そう。あ、車あったな。このゲームを発売してからずーっとやってる人本当に病気だよね。まああのかつていたセゴみたいにあのその一つのゲームにしか生きていけねえタイプのやつなんでしょ。かわいそうだけど。いや、ストリーマーとかデトネーターとかさ、ずーっとやってんじゃん。飽きないのかなって思って。お金もらえるんだったらやるでしょ。あ、お金もらえるんだったらやるか。だって別に配信が他のゲームしてりゃいいじゃん。言うほどそんなゲームする人じゃないから、その感覚がわからんわ。なんでプロゲーマーみたいになれた前提なのか知らんけど。SK です。フラハイ。かくまぐ。さっきのやつらどこ行ったんだろう。結構なんか北にいたよね。気にしてらんねえや。いや、気にちゃ、多少は気にした方が。怖くてあんまり北をルートできんでしょ。
こら辺に車あるから。あら、この家開いてんじゃん。俺が開けたと思う。S ケースを手に入れたぜ。やっぱよ、S ケースだよな。気づいたよ。大したアイテムねえな。お、S ケースじゃん。カードどっちがいいかな。どっちでもいいんじゃない。サタンねえから。スコープあんの？ない。3倍あげようか。くれ。8倍は俺が見つけたから俺がもらう。サムグリップ。そろそろ縁が始まり太郎ですね。知ったことかよ。逃げたいやつだけ逃げればいい。腰抜け理論。腰抜け理論いいね。好きだよ。なんもねえな。しかしサムグリップ2個目。ねえ、ねえよりマシか。この新アサルトライフルめっちゃ撃ちて。あ、また新アサルトライフルあった。行きなさいシンジ君。誰かのためじゃない。なんとかかんとか。なんとかかんとか。覚えてないなら何も反応しなくていいんで。フライパン。さっきのやつらどこ行ったんだろうな。いや、グレしかない。5ミリいる？30あったら欲しいかな。30あった。俺はとりあえずいいかな。お前は良くないかもしれんが。気持ちそっちの方に行ってる。気持ちだけな。物は言いようですな。あ、まだ全然来てないからルートまだできそうだね。与えて。指パッチン。1エネルギーが指パッチンで爆発するような。サイがあるぞ。サイが、うわ。
マイクロウージー、うわ。M4 あるよ。あ、スカーあったからいいや。弾だけ拾っとこうか。うん。90発。パソコンがめちゃくちゃ悲鳴上げてる。バーって。やべ、もう来てんな。エンジンが爆発しまう。なんだっけそれ。ナウシカのなんか。あの柱、柱じゃね、線路車で逃げてったけ。で、姫様やダメだ。エンジンが爆発しまう。なんとかまで持てばいい。お前入り組んだとこにいすぎでは。今行く。おお。大丈夫。怖くない。あと渡すわ。みんなに伝えてくれ。アスベル。てーてーてこっちから行った方がいい。ユパ様でしょ。そうそうそう。問題のバイクがある。デーモンデーでしょ。デーモンデー。東京ディズニーランドみたいな。GC じゃん。ディズニーランド。C デーとか言って。デーズイデー。運転しづらいわ。言わずでいいだろ。削除しろ。ここでみんなに伝えてくれ。あのスポーツカーみたいなの乗りたいな。さてどこに行くかな。決めてくれ。とりあえずここ目指そうぜ。高そうだし、位置的に。OK。二人とも SKS あるし。ああ。危ない。みんなに、みんなに、みんなに伝えてくれ。あ、みんなに伝えてくれ。俺ら今。大変な状況にあると。え、なんで降りたし。振り落とされた。みんなには伝わんねえだろこれじゃ。危ない。みんなに。むずいんじゃよこのマップ。オタクみてえなマップしやがったよ。上座んじゃん、あそこに。どこ？上座じゃねえな。偽物だ。この車と一緒やん。どこ？このまま真っ直ぐか。みんなに、あぶね。あらかじめもう置きみんなに伝えてくれ。置いとく。中足みんな。中足みんなってなんだよ。人確認みんな。見てから。ドア開いてるわ。ほんま角度。しょうもねえアイテムしかねえな。ペカドこのまと。うわーでもこの後さ山下ってくのすげえやだな。裏眼筋の顎みてなってる。あ、スコープくれ。ああ。
オープス。どこ？どこ？え？多分ね、SW4 かな。あ、SW だ。うん。あ、いるね。みんなに伝えるか？殺すか？こっち来てるよね。こっち来てるね。ここ人が死んでんじゃん。車があっちに置いちゃったからな。ああ、結構あの車の前の小屋まで来てるわ。車の前の小屋まで来てます。前の小屋？どっち？奥？奥。お、マジっすか。やった、みんなに伝えたぞ。何やこいつ。それ車火乗ったやつ。うん、ここ鍛えたんだ。なぜもらおう。ハーフグリップもらおう。なんとなく4倍あるじゃん。高級1個もらうわ。鎮痛2つもらうわ。エナジー2つもらうわ。下にスクロールしたらあれできるから。7ミリもらおう。よし。いいね。幸先いいよ。お前カー持ってんの？ S ケース？いや、 S ケース。ああ、シェルホルダー落ちてたから使うかなと思って。お前4倍取った？うん。 OK。 うっ、見てこの服、やつの死体から剥ぎ取った。なんか来てる。構えろ。え？回復、慎重なやつだ。回復入れてんのか？いや、動くな。戻れ。回復入れてんだよ。行ってもよかったかもな。ぶっちゃけ走ってこっち来てくれたらな、儲けもんなんだけど。まあ俺ら車あるし大丈夫っしょ。この裏岩金みたいなとこ下っていかなくちゃいけないけど。車で降りりゃいいじゃん。いやでも結構大変じゃん。痛い。どこ？頭出してる。この小高いとこからちょいちょいって。ほんと？うん。体絶対出すね。悟られてはいけない。ほんとだ。ほんとだ。あそこに車あるぞってなってんね。怖い。来るなら来いよ。よし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 。なんだ。ぐるっと回って、ずっとそこでぐるぐる回ってんな。あっち行ったね。移動するか。かなわず。あいつらには伝わってたな。ちょ、中足。
週足絶唱これ静かでいいな。ああほらこうなるんですよ。裏眼筋の顎がさ、プラガンキンの顎うるせえよ共感も得られねえよいいねしろいいねモンスターだよ。でどうするわあそこにバギーあるけど、怖え。あの灰色の屋根入る。とりあえず行くか。右のな。ああ、ガス切れた。完成で。気持ちそう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 。こうするしかねえ。あれ、開いてないから逆に怖いな。足音チェック、大丈夫。タクストあるよ。もうついてるっていうか、チクパがついてる。一個向こうの家行こう。AK か。弾だけ抜かれてるパターンだな、これ。ん？いや、俺らが来た道、車。おいおい、そのまま突っ切っていったな。S 側？うん。降りた。で、撃っていいってこと？これからは見えねえ。お前んとこに来て。お前んとこ行くか。とりあえず車をダメにしといた。食べちゃったってこっちの方が歩きのままね。こっちの方がいいな。うん、ひおひ、どこっすか。あれか、なんか木がちょっと 3,4 本茂ってるとこにいる。あのダメになってる車、あのパンクス、全部パンクしてるやつ。そう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 。今奥行ったね。小屋から奥行ったわ。円は入ってる。ネモ。あっちいるな。N の町にもいるな。よし、 N 死んだ。 N の言わんとこ死んだ。まだいるね。なんか
いただいちゃったぜ。あれ死んでんのか。俺が食べちゃった。隣の家行こう。あ、あとどこにいるかな。絶対さ、S 側の山の向こういるよね。まあおるでしょうね。あ、いた。なりゆき、SW240 らへんとこ上走ってんの分かる？こっからじゃ見えんな。俺撃つわ。ピン立てるわ。ここらへん。車乗ったな。山の上いるわ。わあ、団子試合になりそう。あー、取られた。うわ、うー、怖い。まだいるわ。すげえ銃の音すんだ。何の音だあれ。さっきのさ、スポーツカーのやつどこ行った？どこに車止めたんだ？あと30秒。いたいた。あいつやるしかねえな。どうするか。もうダメだ。左の家こえ。ここに岩あるわ。いい岩が。いい岩あるね。このくぼみいいぞ。成り行き。待って、こっち、北の方、爆発した。何かが。ああ、いいよ。そっち見といて。あんまり奥行くと、さっきの上のやつに撃たれちゃう。こっちいるわ。マジで目の前います。成り行きから撃てると思うよ。この俺の向かい。うん、あ、蘇生してる。あー、やべえなこれ。
あと一人上。ナイス、うますぎ。うますぎ。わあ、なんかこれがやだ、怖い。転がり込んできた。お前は救助してやんねえ。ありがとう。ヘルメットなくなったけどな。そこのやつが取れるんじゃない？頭打ってないよ。当たってねえのかな、勘違いだ。いや、これ、この武器ダメだな。あった。よし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 。よしよしよし。とりあえず下にいんだな、あいつら。あ、いた。やべ。間に合うかこっち。N いる、N いる、N の枯れ木のとこに。間に合うそれ。車線切れてない、無理無理無理。ああ、無理だったー。ごめん。第2位。惜しかったな。この銃、反動ありすぎや、結構。惜しかったね。あの2人だった。惜しかった。もう時間だしやめるか。やめますかね。仕事が待ってら。まあハーフか作れたでしょ。ミーだし。半チャンミニサイズ。半チャンセットみたいな。何が半チャンセットだ。あれだろう、あのレディース向けの。ミニ一つ。ミニ一つ。よいしょ。してた、まだ SKT ワールドの進出のチャンスあるっぽいよ。ルーザーズ。そう。勝てないんだよ、もう。なんかアフリカと KT と KT じゃねえ、アフリカとロンジューと SKT とあとなんかで、そこでまたやるらしい。だからなんかさ、時間かかるよね。うん、もう下手に3枠とかあるからな。さ、サマスリー。でも最近寝るとき、あれだよ、あの、ロシアの大会とかを流しっぱなしにして寝る。なんでなんでロシア。いや、なんか大体その時間に夜中の2時、3時とか、その辺から始まるから。夜中の2時、3時だったら ELCS とかじゃないの。昨日はやってなかった。うーん、みんなオーン、ルブラン、ガリオあたり使うなと思いながら見てる。ね、一応見てはいるんだよな。最近死んじゃお見るよね。死んじゃおくん最近見る。てかあれな、また AD キャリーメタに戻ってきて嬉しいわ。あの形じゃないと。でも俺今日発掘したからね、パイク楽しい。いや、最初からパイクは使われていたが。強かった。俺の中であいつ新ジャンプだけど、もうあいつが出てから 2,3 キャラリワーク食らってる。そうだね、あいつ出てからスウェイン、エイトロックスはあかりでしょ。あかり、ヌヌヌヌ、4キャラ。
最近あれだな、デトネーションフォーカスミーの試合が面白くてなんか見返してるわ。なんかハイマーとか使うから面白いんだよ見てて。ジグスとか、そう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 、他のシーン、他のプロシーンじゃ使わないキャラ使われるからおもれえなと思って。なんだっけな、あれだ、モルデカイザーにスマイトを持たせてボットレーン行かせるみたいな。ジャングラーには一切ほとんどクリープ上げないみたいな戦法やってて面白いと思って見てた。で負けるんでしょ。いや勝ってたよ。ほんと。多分シリーズでいっぱいしかしてないんじゃない。強いじゃん。そう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 。てかさ、LJL のサイトさ、あれしてほしいんだよな。このスケジューリングにさ、LJL のオフィシャルサイトにさ、今現在何勝何敗っていうのは載ってないんだよね、と思うんだよな。なんかそうだっけ？公式のツイッターでしか載ってなかった。載ってんのかな？まあ、一応デトネーションフォーカスミーが1位で、2位がどこだろう。セブンセブン2部降格しとるが、あ、2部降格っつうかもう名前すら変わってんのか。ロックスなんちゃらに変わったんだっけ。どこだろう、アンソールドスタッフゲーミングかな。わからん。またね、ワイルドカード枠さ、ダイヤウルフスとさ、うん、なんだっけ、ガンビットゲームズみたいな。わかる？ GAM と W、DW っていうところ。いつも負けてて、日本人。またあいつらがワールドに出るっぽいから。また負けんのかって思いながら俺は見てる。あいつらいつもあいつらにいつも負けてんだよな。日本のは全然見てねえな。